ベッサラビア県はロシア帝国の県の一つ。現在のモルドバの地域に相当する。県庁所在地はキシナウ。もともとこの場所はモルダビア公国の中で最も荒廃した地方であったが、ロト戦争により1812年、ブカレスト条約に基づき、オスマン帝国はモルダビア公国の領地の半分である東側地方を 帝政ロシアへ活動することになった。そして併合された、この地方は、ベッサラビアと呼ばれることになる。ロシアへ併合された、当該区域は、急速に発展を遂げていく。併合後、1814年に、ドイツ人入植者が訪れ、主に南部に定住。また、ブルガリア人も、同地域に定住し、ボルグラードなどの町が立ち上げられた。 一方で、キシニョフとホトインの政教会司祭、ガブリル・バヌレスク・ボドニが率いる地元の有力者たちは、広告の法律に基づく形で区域の創生を図る、目的から、自治と民主政権の設立を申請。それにより、地方行政においてルーマニア語とロシア語の両方が使用可能な自治区域が1818 18年に設立されることとなった。 1856年にクリミア戦争が終結しパリ条約が締結されるとベッサラビア南部にあたる地域2カ所がモルダビア公国へ返還そこから県庁所在地となるキシナウを含む多くの地域が国境地帯として管轄され一つの大きな県が完成するベッサラビア県は主に農地として統治されることになったが県庁キシナウには 新たな町を設けることが決まり都市計画が始動。大聖堂をはじめ、行政施設、弊社、製造所といった重要な部署や建築物等が建設されて、ロシア式の都市が作られていき、旧モルダビア広告地域から穀物、木材を輸出のために、オデッサの港へ運送する専用鉄道が設置されるなど、区域の開発が進んでいった。しかし、県として、 本格的に機能し始めたのは1873年からである。1903年4月6日、キシニョフでポグロムが行われ、これによって同県在住のユダヤ人が47人殺され、92人は負傷。加えて約700件の住宅が破壊される事態となった。やがて1917年のロシア革命後、 ルーマニア人民族主義者の活動がベッサラビアにおいて進展し始めることとなる。同年10月のロシア革命の混乱が広がると、同県に評議会が設立され、120人が同県から10人がトランスニストリアから選出された。20世紀初頭のベッサラビア県には以下の8軍が属していた。AB1897 ありがとうございます。